こんにちは。今日の講義は書籍超完全版漫画でわかる手取り倍増一人社長の世界一ゆるい節税についてです。この本はフリーランスやマイクロ法人社長など税金に苦しむ全ての人々に捧げられた必読書です。さて、この本の魅力は何といってもその実用性です。税金対策で手取りを増やしたい一人社長や法人化して節税をしたいフリーランス、そして副業が成長して納税が厳しくなってきたサラリーマンなど、さまざまな方々に役立つ情報が詰まっています。第1章では税務調査に対する恐怖心を払拭し、完璧な準備で税務調査官をうならせる方法が紹介されています。例えば経費にできる支出とできない支出の判断方法や、自宅兼オフィスを経費にできるかどうかなど具体的な事例を交えて解説されています。第2章では老後資金を貯めるための節税制度を駆使する方法が解説されています。退職金や年金の準備、倒産リスクの抑え方など将来の安心を考える上で欠かせない情報が盛り込まれています。第3章では補助金や助成金を活用して事業を拡大する方法が詳しく解説されています。新規顧客獲得や設備投資における補助金の利用法、地域に根ざした事業開発の手法など、ビジネスを成長させるためのヒントが満載です。第4章では、法人だからこその節税法に焦点を当てています。社長としての報酬の増やし方や、控除額の増加方法、そして赤字の相殺可能性など、法人経営者なら知っておきたい情報が丁寧に解説されています。最後の第5章では、節税対策が裏目に出る落とし穴について警鐘を鳴らしています。例えばキャンピングカーの経費化やオペレーティングリースの仕組みなど、節税手法のリスクについても注意が促されています。このように超完全版漫画でわかる手取り倍増一人社長の世界一ゆるい節税は、わかりやすい漫画とともに実務に役立つ節税のノウハウを提供しています。ぜひビジネスの成長と安定のために活用してみてください。この書籍が提供する情報はビジネスの世界で必要不可欠なスキルや知識を身につけることにつながります。例えば税務調査への備えや節税の方法は経営者や個人事業主にとって日常的な課題です。この本が提供する具体的な手法や事例は、読者がより効率的にビジネスを運営し収益を最大化するための導標となるでしょう。また老後資金の準備や補助金、助成金の活用法など将来の安定につながるテーマも多く取り上げられています。これらの情報は読者が経済的なリスクを最小限に抑え、安心して将来に備えるための手段として役立ちます。さらに法人経営者にとっては、法人特有の節税法や経営戦略の最適化に関する情報が重要です。この書籍が提供する知識は、法人経営者が企業の収益を最大化し事業の持続可能性を高めるためのヒントを提供します。このように超完全版漫画でわかる手取り倍増一人社長の世界一ゆるい節税は、ビジネスの現場で必要な知識やスキルを網羅した一冊です。読者が本書から得られる知識を実践に生かすことで経済的な安定や成長を実現することが期待されます。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康で美しい体があってこその充実した人生を送ることができるからです。そのためには適切な食事と運動が欠かせません。そこでライザップというプライベートジムが登場します。まずライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活、メンタルのマネージメントを提供しています。また30日間無条件全額返金保証がついており、リスクを最小限に抑えながらトレーニングに取り組むことができます。プライベートな空間で行うトレーニングなので、これまでジム通いが続かなかった人にもおすすめです。さらにトレーナーが作る専用のプログラムや無理な食事制限なしで健康的に痩せられる点も魅力です。リバウンドしにくい体作りを目指す方にぴったりのプログラムですね。次にライザップウーマンは女性専用のプログラムを提供しています。ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチなど、さまざまな方法を組み合わせたトレーニングメニューが用意されています。また低糖質だけでなく、
女性に必要な栄養を考慮した食事管理も行われています。さらに美容マシンや美肌に効果的な機器も備えられており、脂肪燃焼や肌の改善にも効果的です。このようにライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスを提供しています。個別にカスタマイズされたトレーニングや食事管理、美容マシンの活用など、健康的で美しい体を手に入れたいと考える方々にとって最適な選択肢と言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。